オフシーズンはですね、チーム全員でワークアウトしたりとか、休むというよりはやっぱり悔しい結果に終わってしまったので、みんなでこう練習して次のシーズンに向けてという感じでした。はい。そうですね、いろんな方に言われるのが勝負の3年目と言われるので、まずは、最低でもプレーオフを出場することを目標に、その後プレーオフでいい順位を、取れるようにというふうに、自分たちは目標として掲げています。そうですね、個人としては、日本人で一番最年長になるので、ちょっとでもこうチームを引っ張っていけたらなと思います。はい。個人の課題は、去年から、ヘッドコーチに言われているのは、まあ、ディフェンスのところと、点数を取るときに、欲しいときにちゃんと取れるように、確率よく決めれるようにしていきたいと思ってます。はい。いつも応援ありがとうございます。まもなくシーズン始まります。チーム全員集まりましたので、これからいいチームに作っていきたいと思います。ぜひアリーナたちに応援来ていただければなと思います。よろしくお願いします。